中国の脅威は日々高まっている。また日本の潜水艦技術も向上しているのだが、今回は新たな推進方式について話していきます。まだまだ中国の潜水艦には追いつけないですが、そうも言ってられない状況がやってきます。その前に手を打つのが大事。日本でも新型潜水艦への採用が推測されているポンプジェット推進ですが、現状では未確定です。鍵となるのは電池技術の進歩と思われます。2020年6月、奄美大島海峡を中国の原潜が通過し、太平洋へと向かったという知らせが入りました。海上自衛隊は即 B1 哨戒機護衛艦加賀を現地へと派遣し、対応に当たりました。日本では中国をはじめ世界の国々の潜水艦についてリデータを所持しています。今回は挑発行動をして日本の潜水艦が中国にどう対応するのかを試されたようだと推測されます。試されるというのも甘く見られたようで不愉快ではありますよね。日本をなめんなよという気分を覚えた方もいらっしゃるのでは。この憤慨には理由があります。日本では次期潜水艦の開発が進んでいるのです。では現在就役している日本が誇る流型潜水艦の後継はどのような潜水艦になるのか見ていきましょう。軍事技術には時とともに様々な新しいデータが追加されるので、定着するものもあれば条件付き導入に止まってしまう場合も多いようです。そうした技術の代表例がポンプジェット式推進と思われます。潜水艦へのポンプジェット推進方式の採用はアメリカやイギリス、フランス、ロシア、そして中国など一部の国の原潜への導入だけなので、限定的に採用されている方式と言えましょう。一番先進的と考えられるこのポンプジェット式推進の採用が一部の潜水艦に止まっている最大の理由とは、約30ノット以上の高速でなければ従来のスクリュープロペラ方式に効率的に劣るからです。東西冷戦時にアメリカ海軍が敵視していたソ連より全ての面で凌駕することを目的に、経費を惜しまず最新の技術を投入し開発したシーウルフ級潜水艦にはポンプジェット推進方式が採用されました。この潜水艦の水中最大速度は35ノット以上とも推測されています。これと比べると海自の潜水艦はもちろん通常動力型ですし、最新鋭の流型動流の水中最大速力は20ノット以上ですから、ポンプジェット推進方式は採用されていません。核兵器を持たない、作らない、持ち込ませないという非核三原則を国是としている日本では、原子力推進型潜水艦は作れません。ですからポンプジェット推進方式の潜水艦は保有していないということになります。海上自衛隊の装備品の中には、潜水艦の兵装の中に最大速力40ノット以上の出力となる97式魚雷や89式魚雷があり、ポンプジェット推進方式が
使用されています。これについては速度での優位性を選んだということでしょう。ポンプジェット推進とは、推進する本体が周囲の水を取り込んでそれを勢いよく噴出することによって高い推進力を得るという技術です。潜水艦以外には高速水上艦艇に使用され、レジャー用では水上バイクなどのハイスピードが出る乗り物に使用されています。前述のように30ノット以下のスピードでは既存のスクリュープロペラ方式よりエネルギー伝達効率が悪いのです。その他にもシステムが複雑ですし、したがって価格が高額になってしまいます。そんなことも採用される艦艇の種類が少なくなってしまう原因と言われています。その反面、ポンプジェット推進の長所は、ハイスピードが実現できることと、噴出する水の方向を調節することで、進行方向を変えられるので火事が不要になることです。かつ、水深の浅い海でも、航行できるということも長所でしょう。ただし、これらの長所があるとしても、ポンプジェット推進方式を選んだ潜水艦の目的は水中航行時のスピードと考えられますから、それ以外はおまけ的な特徴と言えるかもしれませんね。2020年現在、通常動力型潜水艦の最新仕様は X 字型の舵と1枚のスクリュープロペラ式で、そう、流型もこの仕様になっています。X 字型の舵はというのは、今までの十字型の舵を進化させたシステムです。十字舵は、4枚が、それぞれ、上下左右の向きを担っていましたが、X 字型は、万が一どれか1枚が破れたとしても、残りの3枚でフォロー可能なように、改良したものです。そして、十字舵は、海底に接触した舵が壊れないように、舵の長さが、船体以上にはできないのですが、X 字にすることで、長さ、表面積ともに、大きくすることができました。これが運動性能向上に、役立っているそうです。というのは、具体的には、十字舵の親潮型潜水艦と比べると、X 字舵の、そう、流型の方が、約 30% の旋回性能アップを実現し、浮上に要する時間も短縮できたといいます。つまり、より機敏な動きができるようになったのです。また、今までの潜水艦のスクリュープロペラは2機でした。最近は1機のみになりました。それに伴ってスクリュープロペラの羽自体も3から4枚だったのが5から7枚へと増えています。枚数が変わったことでデザインも変化しました。3から4枚の頃は幅広なデザインでしたが、5から7枚になるとL 字型に尖ったような形になりました。このおかげで、潜水艦では、特に重視される静粛性のアップを目指した、デザインになったと言われます。身近な例を挙げますと、家庭用扇風機なども、5から7枚の羽がありますね。その形は L 字型になっていますが、稼働時の風切り音を抑えて、静粛性を高めるため、騒音を少なくするという、潜水艦と同じ目的と言えそうです。
海上自衛隊では、現在就役中の最新鋭艦装、竜型に続いて3000トン級の潜水艦建造をスタートしました。この3000トン級潜水艦も、総竜型の能力をより一層向上させた延長線上の仕様と推測されますから、目玉となる新しい工夫などはあまり備えていないように見受けられます。気が早いという感じがしますが、なんとこの3000トン級潜水艦の次級となる艦艇の設計がもうすでにスタートしているようだと推測されているのです。次から次へと技術の進歩に合わせたのかもしれませんが、国民にとっては目まぐるしくて、現在活動している潜水艦の名前を覚える暇もないような気がするのは筆者だけでしょうか。さて、潜水艦のエンジンには、ここ数年でリチウムイオン電池が採用されるようになりました。従来の鉛電池に比べると、効率性にも流しているリチウムイオン電池ですが、残念ながらその能力が高くなったとしても、現状ではポンプジェット推進方式を有効活用できるとは断言できないと思われます。とはいえ、テクノロジーは日進月歩で進化しています。電池技術の進歩によっては、予想を覆して、ポンプジェット推進方式の利点を活かせる。通常動力型潜水艦が建造される可能性も、全くないとは言い切れません。現在使用している、リチウムイオン電池をしのぐ可能性のある電池と、言われているのは、固体電池、空気電池、燃料電池など複数あります。これらは、現在、基礎研究の段階と言われますが、徐々に実用化に向けた段階へと進化していくこともあり得ると思われます。